和田さん、 DJ 和田さんは本当日本のテックのでの、まあ、いわゆるレジェンドっていう人 で彼自身が本当日本のテックのそのものかなっていうふうに思ってます。 DJ 和田さんはそうですね、もう僕が生まれた年から DJ をやっていらっしゃる、もう大体 DJ 歴40年もう現役でやっていらっしゃる人で、まあテクノのもう本当に大御所中の大御所というか、もうパイオニアみたいな人で、まああのやっぱ和田さんのすごいところはやっぱりもう誰よりもやっぱ DJ ももちろんスキルもありますし、まあ、人柄もよくで、やっぱりそのなんて言うんでしょうかね、まあ、DJ 目線で言うと、イコライジングとかのその音のバランスとかがやはりものすごくうまい、こうつなぎの部分っていうのも、まあ、全然ちょっとわからない、もう視覚で見ないとわからない、もう耳だけで聞いただけだともうどこでつないでるのかとか一切わからないぐらい、まあ、滑らかなイコライジングされる方で、まあいつもちょっと勉強させてもらってますね。まあ憧れの DJ さんです。まあ僕も結構何年か前から仲良くさせていただいていて、まあ、うちのベニューにも、よく出演してもらっていて、DJ の和田です。DJ をやっていて、あとは曲も作ったりしています。で昔やってたユニットでコフュージョンという名前でもやっているので、そちらの方のユニットで活動も多少はあまり多くないんですけどしています。18の時にディスコで、まあ、DJ がいなかったのでこう遊びでやらされてたのがスタートですね。はい、まあ、一応スタイル的にはこう四つ打ちのスタイルでハウスとかテクノとかをミックスしていって、こうなんかこう雰囲気を作っていければいいかなと思って、まあ、自分なりの雰囲気を、そんな感じです。曲奏は全然違うんですけど、でもまあやってることはそんなに大きくは作業としてはそんなに変わらないですね、当時としてから今と。場所はなんかまあ困ったらなんか自分の中でこうなんかこうモヤモヤしてる時は昼間美術館行ったりとかしてちょっとぼーっとしてたりとかすることが多いですよね。まあ、ディレクターをやる前にも DJ 和田として何個か曲は作ってたんですけれども、もうちょっとこうちょっとハウスのようなテクノのような、まあちょっと有機的なテクノみたいな感じの部分をこう追求したかったんで、ちょっとそういう形を集めてあのリリースしてみました。まあここお店をやってる山品さんは昔あのモジュールというところで一緒にイベントをやっていた仲だったんで、そして彼がここのお店をやることになって、そして誘ってもらえたんですけど、まあ、壁が白かったりするっていうのが結構自分が今まで何個かやってきたあのお店で壁が白い店ってすごい相性がいいので、すごくそう、あのそういう点でこうちょっとやってみたいなと思って、ね、何でも聞くけれど何が言うのかな、結構フュージョンだったりこうちょっとブレイクビーツだったりとか、あの生の音だったりとか、あとはちょっとシンセサイザーみたいなものとかがこう入ってるものだったら大体好きなんでほとんど聞いてるって感じですね。最近あまり海外とかに行ってないんですけども、前行ってた時は結構いろんなタイプの人たちがいっぱいいるじゃないですか。なんかこうそういう幅の広さで言ったら日本はまだまだ幅が狭いような感じは当時はよくしてたんですけど、まあ結局耳は治らなかったんですけど、聞こえないままなんですけど、もう当時はやっぱりこの左右の広がりとか全然曲が分からなくて、
ちょっと落ち込んだりとかすることもあったんですけど、今はもうそれでもまあ片耳で聞こえてくる世界で自分を表現できればいいやみたいな、もうなんかもうあるもので何とかしようみたいな形に結構もうちょっとこう開き直ってやるようにしたら割と楽しくなるようになったんで、はい、まあいろいろ怖がらずに何でも実験していくと楽しいことがこう偶発的に起こってきたりとかするんで、それを楽しむようにしてもらえたらいいかなと思う。なんか割と最初からこうでなくちゃダメみたいな感じの形で捉えてる人は多いかもしれないんですけど、なるべくこう自由に音を楽しむみたいな形になってもらえれば僕も楽しいと思うんで、まあいろんな表現の仕方が多分みんなあると思ってるんですけど、まあ、僕とかはそのこう全体的にこう例えばミックスした1時間なら1時間とか2時間なら2時間の中の一つのこうなんか世界をこうストーリーのようにこうなんかこうつなげていければいいなと思ってこう紡いでいくような感じの DJ は目指してるんですけど、はい、ありがとうございます。